タイソンチャンネルで僕らは育ったタイソンチャンネルの子供たちだはいタイソンチャンネルタイソンチャンネル始まるぞパラッパラパラッパラ えー、皆さんね、タイトルでびっくりされたかも、ね、びっくりされた人もいるかもしれないですけど、えー、俺が拉致られるわけねえだろ。な。今日は、みんなに、拉致られた時の、監禁されたり拉致られた時の対処法を、あの、教えてあげますよ。 でね、よくさ、こう、監禁されたりしたらさ、こう、なんていうの、結束バンドってあるじゃん。なんかプラスチックみたいな結束バンド。あれでこうさ、ギュってやられてさ、手とか足とか縛られてさ、身動き取れないとかあるじゃん。そう。だからあれを本当は、あれでやりたかったんだけど、で、さっき結束バンド買ってきたんだよ。で結束バンドを買ってきて、 手首縛っ、手首、両手首縛って、そこから脱出しようと思ってやったのね。試しにやったんだけど、ちょっとね、なんか結束バンドなんか大したことねえんだよ。あの、なんかクソ硬くて、全然脱出できない、その、その苦戦するかと思いきや、なんか意外にも脆くて、 なんか全然大したことなかったから、だから、ちょっと代用品ということで、このチャリンコの鍵あるでしょダイヤル式のさ。これもたまたま売ってたから、これを買ってきて、あの、じゃあこれを手首に、こういう風に繋がれ、繋がれたと仮定して、これをね、 あのこ,れこの脱出法を教えます。この脱出法。これダイヤルもわかんないから、身動き取れないでしょ。じゃあこれどうするか。ね。これをどう外すのが、一番最適な方法なのか。それはこれだよ。うわ見る あっさりだ。なあっさりぶっちぎってやったよ。これ。やちられて、な手首を縛られて拘束された時の脱出方法は、ねなんでもいいよ。結束バンドでも、ねこうチェーンでもなんでもいいけど、 ぶった切れ。それだけだよ。簡単だろなあ、誰でもできる方法だから。ぜひやってみてください。よろしく。